音聞こえる？みんな。音聞こえる？音聞こえるかな？音 OK だったら教えてください。音 OK ですか？今日はね、2019年の4月の1日、1時10分です。帰ってきました。お疲れ様です。お疲れ。聞こえる？あいつぐ。そうそう、ブルーになってるよ。最近ふわ、あれか、ツイキャスやってなかったか。牙も生えた。牙も生えたよ。悟りも開いて牙も生えてブルーになった。こんばんは、みんな。こんばんは。はい、OK、ありがとう。こんばんは。牙持ってんの？マジで？お揃い？牙持ってんの？池袋。池袋でやったの。袋かな？ああ、ピアスか。あれ危ないらしいよ。最近流行ってるのがボディピアスでしょ？上のところに引っ掛けるやつ。俺怖いからこっちにした。本物を牙にした。ただいま。帰ってきた。あれは良くないらしいね。まあでもね、ピアス開ける人関係ないもんね、そんなのね。KP。牙かわいいもんね。牙かわいいよ。わかるよ。せいさんありがとう。コンティニューコインありがとう。みんなコンティニューコインお願いします。コンティニューコイン欲しいです。コンティニューコインありがとう、アナーキーさん。ありがとう。かわいい牙。金魚姫ありがとう。牙。ぽいありがとう。ありがとう。みんなありがとう。今夜行バスなのかな？帰ってきてんの？それともどっか行ってんの？どこ行くの？東京へ来るんだ。あ、東京の人だと思ってたわ、俺。もともと東京じゃなかったんだ。へえ。そうなんだ。東京に来るんだね。いや、タバコ切らしちゃったな。タバコ買おう、買おう。タバコ買おう。タバコがないぞ。後で買ってくることになるな、これ。タバコちゃんを、俺の大好きなタバコちゃん。愛媛なんだ。アートワークは、いや、今日は買い物してロケハン行って飯行っただけだったね。飯行っただけ。アートは特に今日はやってない。俺が本当はね、写真を撮る予定だったんだけど、作品ではなく、その、テストの写真撮る予定だったんだけど、ロケハンの方に切り替えてくれたね。買い出しとロケハン。一つ聞いていいよ。どうした？俺がダメって言ったことある？
ないでしょ。どうした？何でも聞いて。うん。うん。鮫島さんが出っ歯つけ、出っ歯つけ始めたから、そろそろ、つけろって思ったの？違う、これは、その、今、所属しているアーティストチームの、メンバーがつけてんの。うん。はいはい、おやすみ。ポートレ作んないといけないのにできる気がしない。ポートレート？何枚？うん。今から？いや、いいんじゃないの？いや、できるっしょ、全然。いや、全然できるでしょ。10日までにでしょ、余裕でしょ、ポートレートだったら。さすがに映像作品だったら無理ってなるけど、セルフポートレートだったらいけるでしょ。何枚？ポートレート1枚だったら余裕だよ。むしろ余裕。どんな作品作ってんの？うん、数じゃあ1枚に絞って集中すればいいじゃん。余裕だよ。3枚ぐらいでいいんじゃん。渾身の1枚で俺だったら攻めるけどね。ありがとう。うん、服とかあと性を題材にしたデザインアートとかが多い。服とか、うん、まあまあ何でもいいか。クラッカーありがとう。うん、全然できるよ、一枚だったら。うん。余裕余裕。俺でもできるんだったら、俺より長くやってる人だったら余裕だよ。ていうか、過去にあるデータでも別にいいんじゃないの。別に新しい作品って言ったら、未発表だったら、新しい作品だからね。世間に発表してないな。コンティニューバカありがとう。はい、ワード2、ロンロンフレッシュいらっしゃい。うん、大丈夫大丈夫。俺らもっとハードにやってるから。余裕。できないはずがない。そんなの余裕。むしろ30分後に1作品、30分じゃ無理だ、3時間後とかでもできるよ。ありがとうユッキーさん、お花見いいね。こんばんは、いらっしゃい。お花見いいね。チューチュースタンプありがとう、サンキュー。アイコン変えたんだ。うん、見えないな。金魚姫アイコン変えない方がいいのにね。みんなアイコン変えるからね。何これ、見えない。あのね、小さいサイズ用にしないといけないが難しいんだよね。クリックさんこんばんは、どうもいつもありがとね。こんばんは、ジャックありがとう。
はい、こんばんは。メトロさんいらっしゃい。あ、ありがとう、ユッキー。まあ、落ち着いたかな。いや、別に、昨日泣いたのは、号泣したのは別に、落ち着いてないわけじゃないから、落ち着いてるよ。部屋の色、ライト、ライト。うん、ライトだよ。いいね。宝物ね。似てる？似てるかな。これいいやつだよ、結構。そうだったんだ。いや、聞きたいこと何でも聞いてくれていいよ。答えられる範囲で答えるよ。何が知りたいの？何でも聞いて。聞いてくれたら話するよ。聞きたいこと聞いて。もうだいぶ喋っちゃったからさ、もう自分から溢れ出てくるものは何もないね。全部喋っちゃった。5日間ぐらいずっとその話してたかんね。抗ってるって言ってた、俺。抗ってるのかな。まあ、あんまり、ただの言葉だから真に受けなくていいよ。考えてもしょうがないから。
ああ、みんな疲れてるよね、最近ね。いや、みんな疲れてるんだなって思うよ。みんな疲れてる。みんな疲れてる。頑張りすぎだよ、ちょっと。本当に。頑張りすぎててダメだなって思うもんな。もっと肩の力抜いていいのにな、みんな。あれ、間違えてんじゃん、これ。今日月曜日？今日月曜日で合ってる？今日月曜？見応えあった。よかった。今日月曜日？明けて月曜日？間違えちゃった。明けて月曜ね。あ、じゃあ生活費メーターですね。今月のお給料は18万3000円になります。皆さんありがとうございます。ちょっと目標達成できなかったですけど、またゼロから頑張りたいと思います。ありがとうね、みんな。生活費メーターフラットにします。ありがとう。で、映画用のメーターこんな感じです。映画用のメーターはこんな感じです。みんなありがとうね、18万円分も。ありがとう。ありがとうね。トンネルに入って何も聞こえなくなった。車の中で見てんだね。今日エイプリルフールか。嘘ついていい日か。今日嘘ついていい日か。つきたい嘘がないな。つきたい嘘がない。同じく。何にもないな。 あ、タバコが1本でなくなる。タバコがもうない。神の目から見た各宗教は頂点にたどり着くってまたの道のりが良かった。ああ。
12月は44万以上。何を言ってんだい、さっきから。12月いくらだったかな、見てみようか。12月はちょっと待って、見てみようか。12月はね、ちょっと待ってね。12月、12月そんなないよ。44万以上もあるわけないじゃん。どういう計算だよ。てか、ちなみさんから24万なんてもらってないよ。あれ、10万じゃなかったかな。ちなみさんが投げたのが20万でしょ。はいはい、お疲れ。東京楽しんでね。東京楽しんで。お疲れ。ご飯食べるときだけ外すかな。寝るときとご飯外すときだけ外す。あとは悟ってないときは外す。神様の力を使えないときには外します。お疲れ様です。ポーカー2000個もないでしょ。ポーカー2000個もあった？ 24 万？ちょっと待って、だもう一回見てあげるよ。ないって。今見たもん、俺。ないよ。ないよ。だってそんな売り上げてんならもっといってるはずだもん。何44万以上って。だから1日で24万なんて入ってないよ、俺。入ってない。っていうか、モスうぜえな、ほんと。嫉妬の塊だな、ほんと。とらわれすぎでしょ、お金に。お金にとらわれすぎ。気持ちが固くなっちゃうよ。心が固くなっちゃうよ。
コンティニューコインもあれだけもらったのに14枚しかないの。あ、50枚あるか。じゃあ、ミュウツーとドレさんが間違えてんじゃないの？っていうか、ポーカーがだって一発50円入ってくんじゃないの？俺に。ポーカーが一発50円で2000発だったら、10万で合ってるじゃん。なんでそれが24万円になるの？アイテムってボアージェを勘違いしてるけど、俺に半分しか入らないよ、お金は。俺の収入は。以前、英国教会の牧師に、各宗教は頂点に至るまでのそれぞれの道と言ったら、猛反対され、あ、まあまあ、キリスト教はそうじゃないっていう感じだからね。キリスト教はそうじゃない。っていうか、俺からすると各宗教はじゃなくて、人間が生きてる全ての理由はあそこにたどり着くためだと思ってるから。じゃあ宗教に限定した話じゃないね。全ての道のゴールだね。すげえな。ああ、そっか。今日発表か。全然興味ねえや。新しい言語。なんか景気のいいのになるといいね。景気がいい感じの名前になるといいけど。どんな名前になるんだろう。和同元号になったら3日で日本終わるね。3日で終わりだよ。
はい、おかえり。おかえり。寝れない？どうしたの？なんか嫌なことあった？どうした？なんかあったの？映画の資金の返還請求ってまだ来てないですか？来てないですね。なんで？来てないね。スポンサーさんからでしょ？来てない。なんで？スポンサーやめてもいいんじゃない？やめてもいいんじゃない？スマホでも撮れるんじゃない？ スマホでも撮れるんじゃない？いや、楽しみにしてくれてる人いっぱいいるよ。投げやりになってないよ、全然。投げやりになってないよ、全然。どうしたの？なんかあった？どうしたんだよ。ちょっとタバコ買ってくるわ。
バコを、うん、タバコ行ってくる。行ってきます。
ただいま。みんな起きてる？ただいま。ふぅ。職人さんありがとう。コンティニーコインありがとう。ただいま。帰ってきたよ。ただいま。おはよう。おはよう。え？なんで？どうしたの？なんかあった？どういうこと？
痛い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 よ。痛い。やってるよ。やってるけどうまくいかない。やってるけどうまくいかない、うん、難しいね。向いてないね。やってるけどね、全然うまくいかないけどね、残念な感じだね。わかんねえな、できるかどうかは。働いた方がいいかな、もう少し頑張ってみる。ダメだったら働くよ。仕事、仕事ね。お金稼がなくてもリスナーさんからお金もらってるから働かなくてもいいかなって思った、そうだよね、生活費に回したよ俺、いえいえ、まあ、ちなみさんだけじゃないけどね。ちなみさんだけじゃないよ。投げてくれたのは。その日の枠のトータルがそれくらいいったってことだよ。みんなも投げてるから。口答えなんかしてないよ。口答えなんかしてないよ。悪いことをしちゃってるかな。めっちゃ悪いやつだね、これ。ああ、そこそこ。まあまあ、ちなみさんだけじゃないぜっていうね。まあ、ちなみさんがね、多分10万ぐらい投げたんだと思うけど。他にもあるから。なんか悪いじゃん。真面目に？やだよ。真面目にやんないとダメなの？なんで？やだ。向いてない。適当にやる。メガホンありがとう。やだ。わかんない。やだ。楽して生きる。こじこじだね。あ、そうなんだ。ちなみさんだけで12万、ちなみさんで2000発だったら10万じゃん。ちなみさんだったら10万だって。だから2万は別の人だっつってんの。還元率半分、全部が半分じゃないもん。限定アイテムでしょ。
120円で買っても100円扱いなんだってあれ。おお、猫マンお疲れ。ワドツ口に牙牙牙かわいいでしょ。かわいくない、かわいくない、かわいいでしょ。こんなに家にいたらかわいいでしょ。かわいくない、めっちゃかわいいでしょ、うん、ありがとうバーガー、ありがとう。部屋変わったかな、うん、めっちゃかわいいな俺、可愛さが倍増してるよね。可愛さが溢れてるよね。サメちゃんもこんなんなってんの今。は知らない。めっちゃ可愛いでしょ。うん、おお、ケイトいらっしゃい。青鬼。うん。いいよ、信じても疑ってもいいよ、楽しもう。悪いことすんな、うん、悪いことする。悪いことする、やだ悪い子、うん、ケイト痩せた、悪いことする、悪い子、通報しても全然いいよ。牙つけてもダメも飲む飲む。あ、これね、世界で一人しかできない人の牙だから、食べ物は無理だけど飲み物 OK、 喋るの全然 OK、 口も全然閉じられる。すごいよこの人、歯科技工士だからこの人。うん、猫間のおかげでこっちに帰ってきた。猫間のおかげで人間になったり神様になったりしてる。今俺は悪魔、悪魔になった。一回人間になったけどね、猫間のおかげでね。最近ずっとふわふわしてるね。うん。うん。ええー。仲良くやろうよ、犬王さん。仲良く。みんな仲良く。仲良し。うん。デビルワドタン。こんだけ喋れるのはすごいよね。牙つけててもこんなに喋れるのはすごいと思うよ。これキャリーパムパムを作った人だからね、これ。キャリーパムパムの牙とムックとか、あと誰って言ってたっけ、堂本剛でしょ。あのもう芸能界とかもう作りまくってる人、有名な人だから。すごい技術だよね。全く違和感ないし、どっからどういうのキアだかんね。ほら、
いや、この人だって第一人者なの。世界でこの人しか技術持ってない。猫間に振られた。猫間に振られて、のりこにも振られた。彼女はずっとできそうにないね。でもね、知り合いの女の子が言ってた。なんで俺猫間に振られたんだろうって聞いたら、知り合いの女の子は、オフパコはビジュアルですって言われたから、え？すごい名言だよ。オフパコはビジュアルですよ。そうなんだ。ビジュアルがダメだったんだって。二股してないよ。二股じゃないよ。またしてないよ。猫間の勘違いだ。もういいよ。猫間に恋したら猫間に振られた。でもね、1日だけ好きになって、1日だけ、2日くらいかな。まあトータル24時間ぐらいだ。1日好きになって1日で振られたからいいの。傷は激浅。人を好きになったのが久々だから楽しかった。リスナーも言ってたもんね。和道さんが好きとか恋をするって珍しいと、初めて聞いたって言われた。のりこのこと知らない人いないでしょ。俺より有名だから。のりこの動画すごい再生数だから、50万再生だからね。早いよね。恋したけどもう振られちゃった。もう振られた。だから恋してない。水飲もう、水道水飲もう。
浴場とは違うんだよね。なんかね、猫間が持ってる雰囲気とかフィーリングがすげえね、なんか、こう良かったんだよね。猫間が持ってるなんか空気感とか世界観が好きだったんだよね。のんちゃんは歌舞伎にいないでしょ。のんちゃんは歌舞伎にいないよ。もういいじゃん、終わった恋を根掘り葉掘りやめてよ、もう。振られたばっかりで、なんで俺こんな振り回されないといけないの。もういいじゃん。猫間に振られて、のりこに振られたんだから。深見さんいらっしゃい。おやすみー。やめて、傷をほじくり返すの。もういいよ。猫間には本人にはもう諦めるって伝えたから。やめて。もう諦めるよ。勘弁して。ヘッドホン、オーディオテクニカ。でもソニーが一番いいよ。ヘッドホン、もし今の知識で買うんだったら、なんだっけ、業務用のソニーのやつ買うかな。あれが一番その業界ナンバーワンで使われてるヘッドホンだから。 ねえ、振られちゃったおじさん。ミュージシャンっていうよりも、ミュージシャンっていうよりもね、テレビ業界、音楽業界の人が、世の中にリリースするときに、一番フラットな音が出るって言われてるヘッドホンをするのね。ソニーのヘッドホンの、その業界のやつがあって、なんて言ったかな、型番忘れちゃったけど、ちょっと待ってね。ソニー。どう、いくらだったっけな、あれ。これ。MDR-CD900ST ってやつだね。これだね。これが、業界の人がみんな使ってるヘッドホン。デザインあんまかっこよくないんだけど、まあ、業務用って感じ。もう一般、みんな使ってる。まあ、これ持ってなくて、音楽の仕事やってて、これ持ってない人はいないぐらいだね。これ、ソニーの MDR-CD900ST。 これ買っときゃ間違いないでしょ。まあ、これはもうド定番ってやつだね。ド定番。いやー、運命でしょ。結局猫魔金梅さんが好きだったわけだから。いいじゃん。猫マニだって人を好きになる権利があるでしょ。たらればは意味ない、なるようになる。俺は昔のオーディオテクニカが好きだったんだけど、これはどちらかっていうソニーのさっきのやつに寄せてあるっていうか、フラットな音が出る。俺はもっとローの効いた音が出るヘッドホンが好きなの。まあ、好きなもん買うのが一番いいよね。
元気なくないけど、全然元気ないように見えっかな。結構普通だよ。なんで？赤のイメージ、あのね、赤はね、生きる欲望っていうかね、俺の戦いだね。心の戦いを表してて、自然とね、もう無理になっちゃった。青がね、呼んでる。今、青。元気ないように見える？元気だよ。みんな元気だぜよ。大丈夫だよ。こんばんは。でもね、32歳で死ぬんだって言われてたけど、32歳で死ぬって言われてて、予言をずっとされてたけど、33歳だったね。占い師たちは外したね。うん、占い師の予言は外れた。いい線ついてたね。でもなるようになったかな。三原キングさん、ありがとう。三原さん、桜花火ありがとう。ありがとうございます。本日、今月一発目、ありがとう。イエーイ、ありがとう。アザース、ありがとう。 Thank you。今月一発目の花火だぜ。三原キングさんにもらっちゃった。青が合ってる。うん、今月一発目。ありがとう。ピース。
ありがとう、花見ありがとう。ケイトから花見ありがとう。ケイトありがとう。エイプリルフール？何もないよ。何もないよ。ごめんね。何もないよ。何もないよ。期待しても。今は何もないよ。今俺は夢の中だから。夢の中。エイプリルフール、俺毎回嘘つかないよ。だって俺毎日嘘ついてるもん。エイプリルフールだけは嘘つかない。逆。綺麗？ありがとう、カジマさん。綺麗？俺もそう思う。ありがとう。ありがとう。ここは夢かな、幻かな、寂しいかな。素敵な人と出会いたいかな。今度こそ一生一緒にいてくれるパートナーと一緒に歩く。次はね。次は一緒に歩いてくれる人。俺のそばにずっといる人がいいな。くっつき虫がいいね。くっつき虫が。どうだろうね。3ヶ月ぐらい見つかってないかね。俺メトロと会ったことないよ。ケイトとも会ったことないよ。会ったことあんの海宝だけだね。俺普段かわいいよ。俺普段かわいいよ。かわいさでここまでやってきたんだよ。知らなかった。可愛さベースだから。知らなかったんだ。
これから会えばいい？おっぱい触っちゃうぞ。おっぱい触っちゃうぞ。普段って俺の何を知ってるんだよ。たった1週間ぐらいしか見てねえくせに、俺の何を知ってるんだよ。さっきもらった。さっき。さっきもらったよ。チャッキーよりでも四つ葉だよね。チャッキーより四つ葉だよ。四つ葉。欲しい？取りに来たらあげるよ。チャッキー。俺も仲間の大切な人からもらったやつだけど、俺はチャッキーよくわかんないから、欲しかったら取りに来てあげるよ。今日ビレッジヴァンガード行ってきた。ビレッジヴァンガード行ってきた。チャッキータイプ。そうなんだ。へえ。リメイクで映画になるんだ。あれ怖かったな、子供の頃。うん。子供の頃怖かったな。プレゼントもらったからプレゼントしよう。ちょっと待って、プレゼントもらったんだ俺。俺恋愛対象じゃないよ。もう一回行くか。うわ、やばいやばい。これは効くぜ。そうかな。あ、男にはモテるね、昔からね。ロハコさんメロメロにしてたし、ドレさんもメロメロにしてるしね。ヒドンナもメロメロだよ。これこれもうやばいやつ、やばいドラッグ。ドレさんに感謝の気持ちずっとあるよ。あの人は俺の親父みたいなもんだから、うん、俺のもう一人のお父さんみたいなもんだからね。
アナザパラレルワールドのお父さんみたいなもんだよ。もう一人のパパだから。気難しい親父だけど。明日はどうなんだろう、わかんない。それはドレさんに聞いて。わかんない。俺はわかんないよ。の件よくない？まだほじくり返すの？もう猫魔の件よくない？いやもういいんだけど、俺猫魔の件。なあ、そんなことない、そんなことない。ずっと半開き楽しんでるね。ずっと半開きを楽しんでるよ。がっつり開けてないけどね。ふわふわっとしてる。木はくっついてるよ、完璧に。てかもう自分の歯だよ、これ。完全に自分の歯。ほら、どっかどう見ても自分の歯でしょ。ほら、この人すごい腕がいいからここまで精巧に作っていかんね。すごくない？つけ間に見えないでしょ。ほら、歯医者がビビるレベルだよ。え、完全に自分の歯だから。ほら、ワドちゃん、キャワワ。取れないよ。取れない。いいでしょう。最高だよ、これ。いいでしょう。すごいでしょ。いや、これ本当に世界一の、本当にこの人しか作れないんだよ、これ。キャリーパミュパミュのこれ作ってるぐらいだから、いいでしょ。世界で1個だよ、だから。自分用に作ってくれんの。取れるよ。飯食う時だけと寝る時だけ取らないと。すごいでしょ。
だってこれ歯科技工士だもん。だからカリバーとか作る本当の歯の素材なのこれ。だからあのプロの歯科技工士でちゃんと資格持ってる人よ。結構有名な人だよこの人。これは一生ものだよね、宝物だよね。これはすごい。しかもあの水道水につけておくだけ。保存方法は水道水の中にのケースに入れるだけでいい。1時間ぐらいで作ってくれるからね。これ自体40分ぐらい作ってくれた。目の前で作ってくれるよ。いいでしょう。いいでしょう。ああ、高徳さん、ああ、高徳さん、俺電話したいんだけど、いいかな。高徳さんごめん、許して。高徳さん、俺あの時すげえ減らってて、すげえ高徳さんに申し訳ないことしてごめんね。高徳さん、なんか高徳さんが許してくんなくてもすげえごめん。もうめちゃめちゃ傷ついてて、めちゃめちゃイライラしてて、めちゃめちゃひどいことしちゃった、ごめんね高徳さん。許して、すいませんでした。おやすみケイト。高徳さんごめんね。俺あの時さ、すげえ鬱でさ、すげえいろいろ考えてて、すげえむしゃくしゃしてて、八つ当たりしちゃったんだ高徳さん。ごめんね。まあ許してもらえないかもしれないけど。お疲れ小夢ちゃん、ありがとう KP。ありがとう高徳さん、キューピーありがとう、ごめんね。高徳さん、あの IQ さんっていうラッパーさんね、イライラしててもう八つ当たりブロックしちゃった。高徳さんにひどいことしちゃった俺。ああ高徳さんね、あれだわ、そうだ、なんか高徳さんのバーになんか噂で聞いたんだけど、高徳さんやっぱ超有名人だね。なんかね、あの高徳さんのオーナーのバーに通ってる女の子がリスナーさんの知り合いで、そう偶然。
渋谷だっけ。ありがとう、メガホンありがとう。おい、いらっしゃい。いや、何してんだろう、わかんない。ああ、全然了解っす。え、なんすか、お願いしたいことって。何でも言ってください。できないこと、ポンコツだらけでできないんですけど。
何も。俺ね、あれなんですよ。PV の撮影に関しては、あれなんですけど、貧乏人なんですよ、高徳さん。だから、金も、全然持ってないですよ、俺。カメラとか、自分の持ってる機材とか、全然、マンパワーとか問題ないんですけど、俺自身が、超貧乏なんですよ。びっくりするぐらい貧乏っすよ。毎月家賃滞納してて、電気、水道、ガス、今も Wi-Fi すら持ってないですからね。カメラとか技術とか、できる部分だったら全然何でも動けるんですけど。あ、そうなんだ。え、ピアノ弾きって玄ちゃんじゃないの？違うの？ダメだ。やっぱり絵は描けないみたいだな、俺。絵心は全くなかったわ。案の定。諦めよう。アベーバフラッシュ？フレッシュ？アベーバフレッシュってなんだろう。なんか別に自分ができる範囲でなんかお力になれることは全然、写真とかアーシャとかも撮れるし、なんか、あ、アベマとか？あ、なんか、あ、その、なんか必要であれば全然プロのカメラマンとか映像制作会社の人とか知り合いいるんで、なんか